ショー TV、 この方が来てくれました。ニュー IFBB プロ、ケント岩上。いや、おめでとうございます。ありがとうございます。言えたよ今ここで、はい、ニュー IFBB プロ言われたかったです。長く長くプロクオリファイヤーに出場し、あと一歩というところでプロカードを逃していたケント選手が、先日行われたマッスルコンテストで見事フィジークでオーバーオールチャンピオン1枚のプロカードを掴んで IFBB プロになりました。はい、おめでとうございます。ありがとうございます。長かったですね。長かったですね。前回来た時はアマチュアで、そうっすね、次来る時はプロになってっていう話をして、そうですね、うん、それが叶った、はい、いや嬉しいですね。さあ、そしてね、ケント選手をずっとそばで応援していた人も今日このスタジオに駆けつけてくれました。読みましょう。 IBB プロ、そしてもうオリンピアが決まっているファルーク石本。お願いします。嬉しい。あー、待ちわびてたね、ファルーク選手。はいはい、見てましたか、ケント選手が。もちろんもちろん、あの大会見に行ってたんで、うんうんうん、はい、直接見てましたね。どんな気持ちで、ま、もう取ってくれるだろうと思ってたんで、うん、まあ、ちょっと安心した気持ちでしたね、うん、あ、正直取るだろうと、正直、うん、はい。当日めちゃめちゃ調子良かったっすよ。めちゃ、はい、調子良かったですね、うん、もうコンディションも当たった、調整も、調整も当たりました。で、まあ、ずっとインスタとかで出るって分かったのは笹生さんだったんですよね、うん、で笹生さんのコンディションはいつもすごいですし、自分はもういけるって確信してたんで、そこであんまり他の選手を意識せず、笹生さんも多分オーバーオール出るっていうのはもうバックステージ見て分かったんですよ。なんで本当にそれ対策っていうか、オーバーオールに向けた調整をしてましたね。ファルーク選手もね、なんかこう、はい、ちょっと複雑というか、はい、ね、ケント選手とこう、はい、共にやってきて、笹生選手とも一緒にこうやってきている、あ、複雑な感じでしたけど、まあでも、うん、やっぱりもうファルーク選手から見ても、はいはい、オーバーオールは、まあ、笹生選手と岩上ケント選手の対決になるだろうなって予想だったんですか。はい、もうそうですね、2人の一騎打ちじゃないかなっていうのも、あのジョー君とも話してて、うんうん、まあ、ステージ見た感じでも予想はしてましたね、はい、これはもう自信のマッスルコンテスト、もう自信ありました、うん、まあ、当たり前だけどサイズもポジションも過去一でしたもんね。さっきファルーク選手とも話したんですけど、バックね、おバックポーズやばみたいな、早く見たいっすよ、うん、プロでのね、本当ですね、ね。ちょっとやっぱサイズがケント選手ここは圧倒してるね。この時もうフルパンプっすよ。この時ファイドのブルーを選んだ理由、はい、ここはいや、なんかステージの色とか去年勉強して、ちょっともっと鮮やかな色にしようと思って、本当は黄色で行きたかったんですけど、うん、いや、ちょっと水色がいいなってなって、うん、水色で行きました。水色初？初めてです。やっぱイメージなかったっすもんね、うん、俺たちの中で。確かに、うん、でもすごい評判良かったですね。うん、この時は、あ、これはもう、これはもういや、これ初めてですよ。あ、呼ばれる呼ばれるってなって、ああもう確信だった、はい、あ、やっぱ込み上げてきた、はい、うん、歓声がすごかったんですよ。応援してくれる人がね、めっちゃ来てくれて一番すごかったね、歓声。なんかプレジャッジの時からステージ上がってバックステージ戻ったら、サポートついてくれた友達が今の歓声やばいよって、本当に自分ではあんま分かんない、まあ声聞こえるんですけど、そう、後々見返したらやばってなって、でオーバーオールの時もすごい聞こえて、もうなんか それがあったからちょっと泣いちゃったかもしれない、うん、ファルク選手は、はい、
やっぱプロで優勝してオリンピアを掴み取るっていう経験もしてるじゃないですか、はい、ただ人生で1回だけなのってプロカード取る瞬間、うん、そうですね、うん、やっぱなんか違うっすよね。もちろんその、ね、オリンピアを掴むって素晴らしいことなんだけど、はいはい、ファルク選手も負けて、そうですね、取ったあのプロカード違いますね。やっぱなんか違うよね。わ、うん、かります。うん、誰の顔が浮かびましたか、ケント選手は。犬今俺待ってね、今結構いい話で犬あのね、いやでも本当にインスタにも載せたんですけど、うん、前日のチェックインで番号ゼッケン配られるじゃないですか、が88だったんですよ、はい、家にワンちゃんの名前が8なんですよ、うん、いやこれもう行くしかないじゃんってなって、うんうん、で当日発表、あの結果発表される時も88888って、で家に一人で8待ってるんで、うん、だからもう88888って、もう本当にそうですよそれで88って言われて、うん、やったーっまあそれが一番、まあ、まあでもその後はもうやっぱりみんな、うん、それこそ親の顔だったり、うん、彼女の顔とか全員、うん、もうもちろん、うん、浮かびましたよ。そうだよね。はい。うん。ちょっと期待してた。え？他挙げたんですね。うん。8。そう。ちょっといろいろ重なって今回はもう勝つしかないっていうので、朝起きてその彼女になんか応援しに来てくれる人とかを数えて顔も思い浮かべて、でゼッケン88で、でその次の週に母親の誕生日で。俺今日勝つしかないじゃんって言ったんですよ。 それで勝ったっていう、だから本当にタイミング的に今までそれがあったんで、今まで負けてきてよかったなっていうのがすごい、逆にそう本当にベストなんですよ、うん、次でもないし、その過去のこれでもないっていうので、うんうん、でも今のケント選手の言葉から、負けてきた過去というのはね、自分の未来の行動で全てがねプラスに変わっていく、うんうん、っていうのがね、本当に証明してくれた一瞬でもあったっすね、うん、はい。さあいよいよとね、プロカードを取って、次はプロのステージに行くわけですけれども、さあ嬉しいっす。今までずっと待っていたファルーク選手、はいはい、なんかケントさんにありますか、アドバイス、プロのいや別に、なんかと、いやもうでも楽しみかなっていう、楽しみですね、うん、並べるのが、うん、そうですね、うん、特にないですね、うん、でもどうですか、こうずっと一緒にやってきて、いよいよ同じステージで並ぶわけですから、ファルク選手に何か伝えたいこと。でも、うん、2021年に最後に並んだんで、うん、3年ぶりに並べるから、そうだね、確かに、そっか、いやでも楽しみですよ、うん、多分バックステージで、そうそうそう、自分はファルークのサポート1回入ったんで、うん、まあ2年前、うん、東京プロか、はい、見たことあるんで、でもファルークは多分バックステージ行ったか、この前、うん、いないか、いないこの前は、あんま多分近くで見てないと思うんですよ、だから、うん、期待しとけよって感じ。おお俺のコンディションサイズをね、頑張るぞ、うん、ね、いや本当に、ファンの皆さんはまた楽しみが一つプロショーで増えたわけですから、ね、これは僕も含めて同じ気持ちですけれども、うん、さあケント選手ちょっと聞いてもいいかな。はい、はい、2024年のプロになってのスケジュール、でも確定ではないですけど、もうほぼほぼ確定は11月、うん、ジャパンプロ、それはファルクも出るし、てかファルクが理由かもしれないです、うん、か、であとまあ、カネキンさん上弁は勝つで、まあそれはもう勝つに話したんですけど、11月ちょっと出たいって、であとはジョー君もいるし、なんかそこら辺と並んで自分が今どんぐらいこうどの感じで見えるのかなっていうのをちょっと見てみたい。やばいちょっと待って、うん、ラインナップやばくないか今の時点で。出るんだよね、もしかしたら、うん、まだ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 関係ないよ、ま、そうそう、期待はしていい感じですかね。もちろんもちろん。だからそのジャパンプロ、台湾プロも近くにあるじゃないですか。そうだね。だからまあそこら辺をちょっと、まあ、悩んでますけど、うんうん、まあまあもちろん可能性はありますね。うんうん、全然、はい、さあ、じゃあ最後かな。最後に、はい、ニューアイフビープロ、中村健人選手から視聴者にメッセージお願いします。
まあ、アマチュアとして多分結構どのぐらいですかね、一番オーバーオール立ってプロから逃してるかもしれないんですよね。わかんないですけど、わかんないです、もしかしたら他にもいるかもしれないですけど、でやっぱそのたんびに、まあ、諦めはしないんですけど、やっぱりそういうあのコールされるときに自分は呼ばれないだろうなっていうメンタルがこう負けを重ねていくにつれて、なんか知んないですけど自信になっていくっていうか、むずいな、ちょっと説明しづらいですね。いやでも負けてこう自分の体を負けた時にすごい勉強できると思うので、自分の弱みをで、それに向けて次の大会にまでに鍛え上げて、でまた負けて、でまた弱みを見つけて、でまた鍛えて、でまた負けてっていう繰り返しで、まあ多分アマチュア選手としては負けてるけど成長はできていたと思うんですよね。でそれで結果的にプロになれたと思うので、で多分今自分で言うのもあれですけど、プロ戦でもそのまあ上まではいけないですけど、多分並んでても見劣りはしないなっていうぐらいにはアマチュアながらにできたのかなっていうので、まあそういうのをまあアマチュアプロ関係なく、だから自分の体を客観視して鍛え上げていければ、なんか夢っていうか目標はゲットできると思います。でいいんですかね。ありがとうございます。いや、多くのこの競技者に伝えたいメッセージですよ。うん。うん、まあそうですね。負けてあんまり気にせず、負けたら何かが悪いわけなんで。そうですね、それで、まあ、勝てる体を作っていけばいいと思います、うん、ありがとうございます。はい、さあそして、はい、エンペを決めているアルカイシ、そうですね、まあさっきケントも言ったことと、まあ、似たような感じなんですけど、まあ、自分を信じるってことは大事かなと思ってて、まあ、僕もアマチュア時代、まあ、なかなかこうプロになれなかったりっていうタイミングが結構あったので、で、まあ、プロになってからもそうですね、なんかまあ、結構トップ5には入れたんですけど、なんか5位だったりとか3位だったりとか、まあなんか結構負けてるというかギリギリのところでこうオリンピアを決めれなくて、まあでも本当にそれこそ負けるたびにこう自分の弱い部分というか、まあ、弱点部位こうが見つかったりするんで、まあその都度こう毎回インプルーブして、まあ良くしていけばいいなっていう思いでずっとやってたんで、信じることじゃないですかね、自分を。まあ、その結果台湾プロで、まあ、正直優勝できると思ってなかったんですけど、まあ、優勝できたんで、はい、もう自分を信じて負けても諦めずにやることですね、はい、ありがとうございます、はいはい、そうで、いつも負けファルークも結果出なくて自分も結果出ない時に、うん、やっぱり翌日とかその当日の夜とかに連絡取るじゃないですか。でまあ、その大会前日とかでもそうなんですけど、負けてこう自分たちはあんまり落ち込まないよね、うんうん、なんでもうその理由も前日とかもう大会直前になるとやっぱり不安になってくるんですけど、勝てるかどうかとか、でも死にはしないっていうのでいつも励ましちゃって、いや負けては別に死にはしないからって、そう死にはしないですよ、そうだからそのなんか気持ちで別に真剣には行くんですよそうもちろんね、ただ結果がついてこなくても別に死にはしないから、うん、っていうので負けても、そう僕もバックステージ行ったらうわダメだったみたいな笑いながら友達に、そんな感じなんで、そのなんかメンタルも一応ね、か、うん、いい意味で気楽に、そういい意味で気楽に、うん、なんかそれで自分が才能ないとか思わず、うんうん、っていうのはいつも心がけてる、うんうん、努力することにガーッと集中するとね、そう結果にまでガーッ負けたことにまでガーッとなってしまうから、そこのコントロールが2人は一緒にうまくできたなと
うん、そこら辺はそうですね、うんうん、これはね、うん、これからこのステージに立つ選手にみんなにね持ってほしいね。決してその真剣にならないということではないですからね、うん、またそれは違いますからね、うん、そこに向かって本当に集中はしてる、はい、けれども、うん、結果それが全てではないと、うんうんね、それを次につなげてそれの繰り返しで今このステージに、ね、立っている2人ですから、はいねはい、うん、ということで今日は見事 IFBB プロカード獲得しました岩上健人選手、そしてこの2人が並ぶであろうジャパンプロ、そしてオリンピアのステージ夢を見てねファルク選手が来てくれました。2人ともありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。